立憲民主党の枝野幸男代表が政権奪取に向けて意気込んでるみたい。なんか13日の午後に国民民主党との交流をめぐり両院議員懇談会を開いたみたいで、その中で枝野幸男代表は冒頭9月上旬にも新党結成を目指す意向を示し、こう発言したみたい。月が明けた頃には新しい形でパワーアップし政権奪取に向けて大きな一歩を踏み出したい。政権奪取ね、支持率を考えると難しいんじゃない？まあ何をするにも意気込みは大切だけどね。てか今現在国民民主党の玉木雄一郎代表は分党を示唆してるでしょ。玉木代表は立憲民主党との合流協議について自らは合流には参加せず党を2つに分ける分党を行う考えを表明してて、党として合流の条件については基本的に合意します。その上で私自身は合流新党には参加しませんと発言してるんだよね。そして玉木氏は党を一度解党した上で合流に参加しない議員だと新たに国民民主党を立ち上げる構えを見せてるみたい。ゆるパンダは玉木代表のこの考えは大いに支持できるし英断だと思う。立憲民主党側は政策も理念も関係なくとにかく合流し大きくなり打倒安倍政権に躍起になってるみたいだけれど、国民民主党の玉木代表側は政策を軸にした考えを崩したくないみたいなんだよね。でもこれってどう考えても国民民主党の玉木代表の考えの方が正しいでしょ。だって立憲民主党の考えは今までの特定野党の考え方と何一つ変わってない上に、明らかに民主党から受け継いでいる国民民主党が持つ政党助成金目当てでしょ。それに比べて国民民主党の考えは日本の政治を真剣に考えている姿勢がちゃんと見えてるからね。この2つの政党の姿勢を見ても国民がどちらを支持するのか一目瞭然でしょ。でも悲しいかな、立憲民主党側はそんなことも見えてないんだろうね。今の立憲民主党には政権奪取しか見えてない。完全に盲目状態。こんな状態だったら立憲民主党もう終わりでしょ。まあ今後の野党に関しては立憲民主党側は期待できないとして、新しく生まれ変わりそうな国民民主党には少しだけ期待が持てるかもしれないね。とにかく今後の野党の動きを注視していこう。